ではこちらの文献について井岡が紹介します。まあ、この文献の詳細な情報はこちらです。最初にアブストラクトです。この文献はこの論文はリーダビリティ、こう日本でいう可読性とか読みやすさっていうものに関する研究で、その中でも特にこう可読性の尺度っていうものについてこう調査しています。で、いくつかこうよく知られている、尺度があるんですけども、それぞれについてこう比較をしています。で、その中でこう既存の尺度でこうクローズっていうような尺度があるんですけれども、それのこう後継っていうかこれの欠点に対処したこう新しいこうスマートクローズっていうものをこう提案しています。で、いくつかこう手法を比較してるんですけれども、例えばあるんですけども、それについてそのコンテントバリティとか、コンバージェントバリディティとかこう評価をしていて、それぞれについてのこう特性みたいなものを調査している論文です。ただちょっと今回は時間の関係でちょっとその最初のコンテントバリティのみちょっと解説というか紹介します。次にこうリーダビリティについてです。リーダビリティ、可読性っていうのはその NLP のシステムでその視力の品質だったりとかの評価だったりとか、あとこう検索とかだとその検索結果のランキングとかでこうリーダビリティを使ってこうよりリーダビリティが高いものをこう上に持ってくるみたいな時にこう使用されているものです。で、そのテキストで、それで一方でそのリーダビリティをどうやって測るかっていう話があるんですけども、例えばそのテキスト、あるテキストのリーダビリティを測るときに、そのテキストの理解度っていうものを、その読者の理解度っていうのをこう測るために、こう専門家がこうその理解度を測るための質問みたいなものを考えて、で、考えたりとか、あとそういうテストを自動生成したりとかして、そういうその結果、その何て言うんですかね、その問題の理解度っていうものを、その問題のリーダビリティ、理解度、テストの理解度っていうものを持って、その分のリーダビリティにするみたいなことが行われています。なのでこう要するにリーダビリティが低い、その理解度が低いような文は要するに文としては読みづらいみたいな、なんかそういうような扱いをするとですね、そういうことが行われています。で、過去の研究とかを、ではそのリーダビリティについての評価っていうのは、その例えばその小学校のテキストとかでを使っていたりとかして、その想定とする読者っていうのが小学生だったりする研究が多いです。で、一方でその扱うテキストっていうのは、例えばオンライン上のテキストだったりとかすると、その、読者っていうのはこう小学生じゃないとこう大人が対象だったりとかして、それは結構、その違いっていうのがそのリーダビリティに影響を与えるとですね。で、例えば構造とか単語の抽象性、ドメイン固有性の違いっていうのが、こういう違いによってこう生まれてくるっていうことですね。で、そのリーダビリティ読みやすさのその手法っていうのは、の有効性を示す際には、やっぱりその、小学校のテキストとかを使うことが多くて、そのオンライン上のテキストとかでこう評価するってことはこうあんまり行われていないっていうふうに述べられています。で、これまでが背景的なところで、これがコントリビューションとして筆者が来ていたものです。で、それぞれ、いろんな手法があるんですけども、それぞれについてそのコンテントバリティとか、コンバージェントバリティとか、リランダンシーとか、こうスコア精度あれですね、についてこう使って、手法っていうのを評価しています。今回は最初のそのコンテントバリティだけなんですけども、それについて評価しています。で、そのリーダビリティテストっていうものを、行うんですけども、それがドメインですね。そのドメインっていうのが結構こうそれに影響される、ドメインによってその何て言うんですかね、今回例えばそのウィキペディアだったりとか、ウィキペディアちょっとドメインスペシフィックじゃないんですけど、そのウィキペディアだったりとか、その例えば医療とかだったりとか、いろいろあるんですけど、それによってその結構その評価っていうのは変わってくるところですね、があります。で、あと3つ目がその今回 の, その研究の成果として作られるツールとコーバスっていうのを公開しているっていうものが後期になっています。で、この研究ではその
5つのコーパスというものをこう 扱うというか作ったりとかしています。で、まあ、1つ目がこうストーリーコーパスというもので、これまあ具体的には論文の方に書いてあって読んでほしいんですけども、その、まあ、500個その架空の物語ですねを元にこう生成されるもので、まあ、その作成には Amazon メカニカルタークを使用しています。で、まあ、品質、まあ、500のなんで、そう、それを全部こう人で検証され済みのコーパスになっています。で、まあ、2つ目がまあ Wikipedia ですね。Wikipedia はまあ記事をこうあのウェブからこうスクレーピングしてきて、まあ、テキストクリーニングして、まあ、集められた2万の記事からこう作られています。で、まあ、これは、まあ、今回の研究ではそのドメイン群テキストっていうのと、まあ、対象となるこうテキストとして、のベースラインとしてこう設定されている、まあ、コーパスになります。で、まあ、この難易度っていうか、まあ、リダビリティに関して言うと、そのドメインコインのテキストに近いこうフレッシュっていうのはこれですね、あのフレッシュリダビリティ、まあ、スコアですね、あ、イージースコアですね、まあ、要するにこう過去の研究で、まあ、提案されている、まあ、夢下さんの、まあ、よく使われているやつですね、スコアですね、それとまあ近い値を持つんで、まあ、こう結構、まあ、比較としてもまあいいだろうってことですね。で、3つ目がヘルスコーパスって呼ばれているもので、まあ、これはこうヘルスリダビリティコーパスというのがまあって、そこからこうその500件その健康に関する記事をこう集めてくるっていうものですね。まあ、今回はテキストだけしか扱わないんで、そのワークシート、ポスターとか、まあ、そういうあとグラフィカル的なものはこう含まれていないものになっています。で、まあ、この内容のまあ難易度的にはこう7、8年生ぐらいのこう読書レベル以下っていうか、まあ、以下になっているっていうふうに述べられていて、まあ、その成人の普通、あのこう大人が読むのにこう適している文っていうふうに述べられていました。まあ、これはもちろんドメイン、こういう特定、まあ、特定っていうかこういうドメインのコーパスになりますね。で、まあ、次がこうセキュリティコーパスって言われているもので、まあ、これもさっきのストーリーと同じでこうAmazon メカニカルタークでそのセキュリティに関するこうあれですね、検索クエリ、まあ、検索なんかワードみたいなものをこうAmazon メカニカルタークでこう集めてきて、まあ、実際にその集めてきたクエリを使って、まあ、上位20件のこうページの本文をこう上位で集めてくるっていうことをしているみたいです。で、まあ、まあ、それとはまた別にその10人の専門家と、まあ、司書っていうこれあれですね、英語だとライブラリアンって書いてたんですけども、書がそのページをそのセキュリティに関するページをこう推薦して、まあ、そのページがスクレーピングっていうのもやっています。で、まあ、そのこれらでこう合計1878件のこう文書っていうものを作ってコーパスとしています。で、これが最後のコーパスでもファイナルエバリエーションコーパスでもので、こう各コーパス、先ほど紹介したコーパスからそれぞれ25文書ずつこう集めてきて、で、まあ、それを、まあ、全部こう一度で見てこうクリーンでこう適切なものであることっていうのを確認しています。まあ、それでコーパスとしています。で、そのリーダビリティをのこう測るためのこう指標についてなんですけれども、その、まあ、これまでのその、まあ、その、そうですね、ちょっと次のページ先に行きますね。こう、あ、すみません、これでいいですね。まあ、その理解、あ、その先ほどその読みやすさについてその理解度を使うっていう説明を最初にしたと思うんですけども、まあ、その理解度をじゃあどうやって測るかっていうので、その、まあ、理解度っていうのをその問題、あの文章を読んでそれに何か問題を答えるみたいな、その問題を解かせることによってその人のこう理解度を測るみたいなことをしています。で、まあ、実際にどんな問題かっていうと、まあ、1問こうトゥルーフォルスのこう問題を用意して、何々こう読んだ後にこう何々ですかみたいな問題を出すのと、あと2つこう、まあ、複数選択肢があるようなこう問題っていうのをこう用意してあげます。で、まあ、ちょっとこれとは別にこれ後の、まあ、結果の方にも出てくるんですけども、その問題が簡単だったかどうかみたいないうふうな、これはまあ問題というか、まあ、はい、いいえのこう質問っていうのをこう足し、あの、も行っています。で、まあ、問題の作成はそのセキュリティとヘルスに関してはこう、まあ、専門家の方がこう作成しているっていうふうに述べていました。で、質問っていうのはその、まあ、各こう文書に対して3問用意して、まあ、今回25文書あって、あ、だ、各コーパスに25文書あって、まあ、それが4コーパスあるんで、まあ、全部で300問用意します。で、まあ、質問っていうのは結構こう本格的に作っているっていうか、まあ、その結構、まあ、専門家の方がこう時間をかけて作ったものっていう風になっています。
まあ、これが、まあ、その理解度を確認する質問としてあります。でこれとはまた別なんですけど、その過去 その提案手法でその問題、そのなんていうんですかね、その読者の、まあ、理解度っていうか文章 その理解度を図るための方法としてこうクローズっていうものがあります。まあ、これはその文章内 そのある何番目かの単語をこう消して、それをこう何が入ってたかみたいなこう当てさせる問題ですねっていうのをこうやるっていうのが過去の先行研究としてこうクローズっていうものがありました。ただこれ今一つ上のこっちのことなんですけど、まあ、これはちょっとこう入力させるっていうのがあるんで、結構その試験っていうか解かせるのに時間がかかってしまうっていう問題があって、まあ、それの改良としてその、まあ、選択式にすればこう解くのにこう時間がかからなくて済むんで、まあ、そういうような改良っていうのが行われているんですけども、まあ、もちろんこれやるためにこう、まあ、正解の選択肢を用意するのは簡単っていうか、まあ、単純に元が入ってたのを出すだけなんですけど、まあ、もちろん選択式なんでこう誤答っていうかこう誤った選択肢ももちろん用意しないといけないことになります。ただその結構、まあ、ドミンコイの そのテキストにおいてこういうなんていうんですかね、選択式の問題にしてしまうとその結構簡単になりすぎてしまうっていう風な問題が指摘されています。で、まあ、これが、まあ、例なんですけども、その、まあ、セキュリティドメインの文章でこう文でその〇〇を元のデータに戻す処理を複合というみたいな文、これはこの文な文じゃなくて自分が考えた文なので、ちょっとこれ元々は実際これ英語なんですけど、 こう、まあ、こんな文があった時に、まあ、選択肢はですね、これ元々の文はこう暗号って入ってたものをこう暗号っていうのを消して、まあ、選択肢に追加して、あとまあ適当にこう単語を3つ持ってきたみたいなことですね。で、まあ、これまあ見ても分かるようにこうドメイン的にその何て言うんですかね、不定ドメインのテキストからこういう問題作ってしまうと、まあ、その選択肢だけなんかこうそのドメインの単語だけそこに出てきてしまった、あとはまあ普通の単語なんで、まあ、当然こんな方法で選択肢作ってしまうとちょっと簡単すぎて問題として意味がないっていうような、まあ、問題なことになります。なんで、この手法の改善として、まあ、この文ではスマートクローズっていうものをこう提案しています。でこれはそのさっき その選択肢作るところっていうのを改良しているところも、手法になっていて、その他の、はい、選択肢としてまあ正解じゃない間違った選択肢の部分ですねの作り方っていうのをこう提案しています。で、まあ、その方法としてはこうそのコーパスあのドメインそのコーパスからそのドメイン固有 その辞書っていうのをその作成して、まあ、そこからその選択肢を作る、そのコーパスを使ってそのコーパス内にあるそのドミニクの辞書っていうものか単語をこう取ってくるみたいなことをやっています。で、まあまあ、これ、まあ、例えば理想的にはまあこういう選択肢が出るようになるっていう、こう例なんですけど、例えばさっきのだと暗号以外の例が全然ドメイン関係ない単語だったんですけど、まあ、これがまあうまくできるようになると、例えばこう BCD もちゃんとこうドメインにこうあったような選択肢になって、まあ、こう問題としてまあ問題ない、あ問題としてこう適切っていうか選択肢がこうちゃんとしているっていうあれですね、例になっています。まあ、じゃあ具体的にこれをどうやってやるかっていうのが、まあこちらの手順になっていて、その、まあ、まず、まあ、これ書いてある通りなんですけど、まあ、まずコーパスの単語にこう品詞を付与して、その品詞ごとにこう辞書を作ります。まあ、これはあれですね、同じ品詞の単語を持ってくるためですね、こう別品詞になっちゃうとこう頭がなくなっちゃうんで、まあ、品詞ごとにまあ辞書を作っていって、でそのまあ文章の単語のも使っ、その対象となる文章の単語のみを使って、まあ、同じようにこう辞書を作って、でその文章の中 その、まあ、単語がいくつもあるんですけども、その中からその選択問題にできるようなところ を探してきて、まあ、その単語に対して、まあ、それに対応する、まあ、誤答っていうか、まあ、誤詞、まあ、誤った選択肢というのを作成するっていうような手順になっています。で、まあ、ここでまあ重要になるのが、まあ、その辞書っていうのをまあどうやって作るかっていうことになるんですけども、その辞書っていうかその誤った選択肢っていうのをどうやって持ってくるかっていうことになるんですけど、まあ、それがここで説明している通りで、その、まあ、その辞書、そのドメイン固有の辞書とかその文章組みの辞書っていうものからそのにはその、まあ、当然ドメイン固有の単語とかが入ってくるわけなんですけども、まあ、その中から、まあ、どれを使えばいいかっていうのを、まあ、ここで言っていて、まあ、とりあえずそのランダムに14個こう単語を持っていきます。でその単語からその14個ある、まあ、これはあくまで候補で、これが最終的な選択肢に必ずしもなるわけじゃなくて、まあ、あくまで候補として14個持ってきて、まあ、その中からこう誤った選択肢としてこう満足のいく単語、これ後で説明するんですけど、満足のいく単語っていうのをこう4つ持ってきてきます。あ、ただその
書くあの辞書2つあって、まあ、文章から作った辞書と、まあ、コーパスから作った辞書の、まあ、2個あるんですけど、まあ、それぞれこう2つそれぞれから2つ持ってくるっていうことですね。やってます。で、まあこれもう、まあ、後で説明するんですけど、その、まず満足がいくか、満足がいく単語ってそもそも何かっていうと、そのさっきみたいな斜め問題を考えると、その単語っていうのがその穴埋め対象 の単語の代わりになるような単語 なのかどうかっていうのを基準として、まあ、判断します。で、まあ、その対象単語の代わりになるかどうかっていうのを、まあ、どうやって判断するかっていうのは、まあ、こちらで、まあ、結構シンプルな方法なんですけど、その単語 その対象になる単語 その前の単語っていうのと後ろの単語っていうものを使って、そのバイグラムの確率っていうのを計算します。で、まあ、これ当然 N グラム、バイグラムの確率はこうあれですね、大規模な N グラムの情報が必要なんですけど、まあ、今回の研究だと Google N グラムを使っています。で、これまあ対象単語がじゃあまあどれぐらいこうその前後の単語から出やすいかっていうのが計算できるんですけども、まあ、それと、誤った候補の単語、まあ、14個あるのをこう1個ずつ持ってくるんですけど、その誤った単語に関してもこう同じようにこう計算をするんですね。こうそのバイグラム確率っていうのを計算します。で、その計算した確率っていうのがその対象単語の場合の確率よりも高い場合、要するにこう、まあ、そうですね、その単語っていうのがその前後の単語を見たときにこう出やすい単語、より出やすい単語であるかどうか、その元の単語よりも出やすい単語である場合において、その単語っていうのをまあ誤った選択肢5種としてこう採用します。で、まあ、こう4つ用意しない、あの選択肢なんでこう4つ用意しないといけないんですけど、まあ、その4つがまあ見つからなければ、まあ、単純にバイグラム確率が高い候補っていうのをこう採用して持ってくるっていうようなことを行っています。で、まあ、次がこの手法のこう評価というか、まあ、指標の分析について説明します。これはですね、そのある指標がどういう指標かどうかっていうのを分析するための、まあ、方法っていう、まあ、メタ的なあれなんですけどについての説明です。まあ、一つ目がその、あ、これ、まあ、この手法、こういう手法の評価の方法っていうなんか考え方みたいな単語らしいんですけど、これ構成概念妥当性っていうものを使って、まあ、その可読性 その各指標っていうのを比較しています。まあ、こう要するにこう、まあ、言葉通りなんですけど、まあ、その指標が可読性を評価するにあたって、その妥当なそのなんていうんですかね、その構成をしているかみたいな、こうそういう意味だと思うんですけど、っていうので評価しています。で、まあ、一つ目がコンテントバリティっていうものを使っていて、そのこうちょっと文が難しいんですけど、そのまずそのリーダビリティっていうのが、まあ、すでにこう何かとかこれと関係しているこれと関係しているっていうのは、まあ、すでにこう理論が存在していて、まあ、その理論とそのすでに理論化されているそのなんか概念とその実際の可読性っていうのがどれだけこう関連しているかっていうものをこう測るっていうのをまあやっているのが、まあ、ここでいうそのコンテントバリティっていうものです。で、まあ、次がそのコンバージェントバリティっていうのは、その各その関連する尺度っていうのが実際にそのリーダビリティとこう相関を持っているかっていうような分析ですね、っていうのも行っています。で次がその、まあ、そのこれも同じく尺度 その分析に使う、まあ、考え方というか、まあ、ものなんですけども、まあ、次がそのリダンダンシーって言われているもので、その尺度、ある尺度があった時に、その他の尺度によってその尺度が、なんか説明じゃなくて、そのカバーされる度合いですね、まあ、カバーもちろんされる前提でこういう文書いてますけど、まあ、カバーされないこともあるんですけど、そのある尺度があった時に別にこれなくても他の尺度でこうそれはカバーできるみたいな、なんかそういう時ですねには、その単語の、あ、その単語じゃない、その尺度っていうのはこう二段段子が高い、その別にその尺度がなかったとしても他の尺度でカバーできるってことは、まあ別にその尺度はそこまでこう必要かみたいな感じのことですねを言ってる尺度です。で、まあ次がスコアプレシジョンで、これまあ言葉通りなんですけど、そのまあ、複数文章があったときに、その、まあ、リーダビリティを測るときに、その2つを区別する、そのリーダビリティによって2つを区別するんですけども、まあ、その時の精度をですね、より細かく出ると、まあ、いいっていうようなものですね。で、まあ、最後はこう、ちょっと
雰囲気違うんですけど、こうパーティシパントバーデンっていうので、こうその尺度を使ってその実際に評価するまでに、その参加者ちょっと、まあ参加者ってちょっと曖昧ですけど、例えばこう問題特殊だったりとか、まあこれ研究者も含まれるらしいんですけど、にかかるコストがどれだけかっていうものの、まあ、あの評価ですね。なんでまあ当然こう一つの値を出すのにこう時間がかかる、もう難しい問題何問とかされるみたいになると、こうそこここがこうコストが高いっていうので、これが大きくなるってことですね、っていう評価をしています。ちょっとまあここまで説明したんですけど、ちょっと今回の文献紹介では、この最初のコンテントバリティのところに関する結果の説明だけ行います。で、まあそのコンテントバリティについてなんですけども、その可読性に関連するその言語要素として、まあこれら5つがあると言われていて、そのまあこれがさっきのあれですね、理論化された概念と呼ばれているものに対応するんですけども、まあ、これがその EWT とどういう関係があるかっていうのをまあ分析するっていうことですね。で、まあ、この5つがあると。で、まあ、これ上から説明するんですけど、ちょっとこうちょっと概念がちょっと無理やりこう日本語訳するんでちょっと間違えてるかもしれないですけど、その1つ目がそのナラティビティっていうので、こうまあこうまあこれ本直訳っていうか、まあ辞書引くとこう物語性みたいな感じの言葉が出てくるんですけども、まあそういうものがその可読性にこう影響というか、こうどれだけどういう関係があるかっていうのをまあ分析するのと、あとまあシンタクティック、シンプリシティなんで、こう、まあ、その構造の平易さ、まあ、逆に言えば、まあ、複雑さでもあるんですけど、についてやるっていうのと、あと、まあ、単語の具体性ですね。こう、その単語が、その、どれだけ具体性を持っているかっていうのと、あとは、二つは、まあ、どっちもコヒージョンなんですけど、上が、その、リファレンシャルコヒージョン。で、その、単語とか、まあ、種類も広い、なんていうんですかね、空とかの関係の強さというか、まあ推薦強さですねみたいなものを測っています。で、まあ、ディープコヒージョンっていうのは、その、まあ、さっき言ったリファレンシャルっていうのは多分広い関係、つまりその逆の関係にあるそのコヒージョンが強いかどうかですね。で、まあ、そのこれどうやって、じゃあさっきのこの5つの指標がどうやってそのさっきのコンテンツバリディティの尺度でこう、なんていうんですかね、度合い、関連する度合いをどうやって測るかっていうのは、今回はその、この、その線形回帰モデルを使って予測させることをもって、そのリダビリティにこれがどんな影響するかっていうのを計算しています。まあ、要するに、その、もしこれ、例えばこう、シンタクティックシンプリシティが、そのリダビリティの、にこう例えば影響が大きいとすれば、もちろんそれを使って予測したらもちろん精度は高くなる。でその各この尺度のその影響じゃなくて、そのどれだけその EWT にその関係があるかっていうのが、まあそれで表せるっていうことですね。なんでこうこれを使わなかったらこう精度は低い精度っていうか、そのリーダビリティは当てられないけど、これがあれば当てられるみたいな感じのことによってすれば、そのまあ各そのこれがどれだけ影響があるかっていうのが分かるとですね。で次がこう、まあこれちょっと結果説明しないんでちょっとあれなんですけど、まあコンバージェントバリティってもので、その可読性の表す指標でまあいくつかあるんですけど、まあそれぞれのピアソン相関っていうのを計算して評価っていうのを行っています。でまあまあ、これは当然そうですね、可読性っていうものを評価する同じ各その手法で、まあ同じ可読性ってものを見てるはずなんで、当然それらの相関は高くなるはずなんですけども、まあそれがどれだけ強いかっていうのを確認しているってことですね。でまあちょっとそれに逆行するような要素ではあるんですけど、リダンダンシーっていうのもこう確認しています。でそのさっき言ったコンバージェントバリティっていうのは、その同じそのリーダビリティの尺度っていうのを目指している各指標に対が、その当然強く関係っていうか相関があるはずっていうのはまあ確かなんですけど、じゃあ例えば相関がものすごく高い場合って、じゃあどうなんだってなった時に、そのそうなる完全にすごい相関が高いってことは、もうつまりどっちかはまあ別にいらないっていうか、別に両方必要なことはないんで、まあそういう場合はその片方の尺度のリダンダンシーが高いっていうような判断が行われるっていうことですね。でまあスコアプレシジョンはまあ単純にまあ尺度リダビリティをこうまあ
横軸、まあ、リーダビリティにして縦軸その分布にせ分布っていうかこう電子値にすればまあ出るものなので、まあ、それを見て評価をするっていうことですね。でまあパッチパッドバーデンはこう単純に今回はタスクをですね問題解いたりとかするときにかかる時間によって評価をしています。でこれがリザルトです。まあ一つ目がまずコンプリヘンションのところなんですけど、その理解度を確認する質問っていうののスコアっていうのがそのナラティビティその、まあ、ここで、まあ、今回の文献紹介でいう、まあ、物語性っていうのとあとシンダクティックシンプリシティっていうものにおいてその相関する、あ相関じゃない、優位にその関係があるっていうような結果になっています。で、まあ、逆にそれ以外に関してはその優位な関係っていうのがその明らかになっていないっていうような結果になっています。で次はその、まあ、そのクローズですね、さっきの問題の穴埋めの問題による、まあ、手法の評価なんですけども、まあ、これはその従来 の, そのクローズと、まあ、今回提案されているスマートクローズっていうもののどちらでもその物語性と、まあ、リファレンシャルコヒージョンにこう大きく関係していることが表せています、明らかになっています。ただでさらにその今回提案しているスマートクローズの方はその構文的クラス性そのシンタクティックシンプリシティともこうさらに関係しているっていうことが明らかになります。で、まあ、それ以外に関してはその優位な関連性っていうのはこう見出していないっていう結果になっています。で、まあ、これがドメインセンシティビティっていうもので、その今回扱ったのコーパスがそのドメイン固有だったりそうじゃなかったりしたものがあったと思うんですけど、まあ、それがその影響を与えるのかっていうのがまあこの結果になっていて、まあ、従来のクローズっていうのがそのドメインによってそのスコアが上がったりとかないんですけども、その今回のスマートクローズっていうのがそのドメインの情報っていうのがそのまあ影響を与えるっていうような結果になっています。で、まあ、これはまあこう筆者らはそのドメイン固有な方の問題がこう簡単になる、あそのドメイン固有な方がその問題あの提出される問題とかっていうのは簡単になるっていうのが原因なんじゃないかっていうふうに述べられています。で あとはそのイースっていうそのあれですね、まあ問題を解かせるときにこの問題簡単でしたかみたいなのをまあ足すっていうふうに説明したと思うんですけど、まあ、それとその関係、あそのそれがそのそれの情報っていうのがその、まあ、どういう関係があるかっていうのもここで見ていて、まあ、その今回はその問題が簡単かどうかの判断、これはまあ選択するんですけど、まあ、それっていうのがその単語の具体性とあとまあドメインに大きく関係しているっていう結果になっています。で、まあ、これはまあ要するにある問題が簡単かどうかを判断するときにその単語の具体性っていうものを見てその判断したりとか、あとまあその対象となる文章のドメインっていうものを使ってまあはい、をつけているということですねっていうので、まあ、なっているということですね。で、まあ、具体的にはその、まあ、こうチェックあるかなしでしか見てないんですけど、その、まあ、具体的にまあスコアを見るとその物語だったりとか、まあ、こういう、あ、そうですね、物語だったりとかあとセキュリティの文章っていうのがそのウィキペディアよりも読みやすいっていう判断が行われているっていう結果になっているそうです。で、まあ、一番下の、FRES っていうのがこれはあのフィッシュのリーダビリティストア、あ、リーダビリティスコアですね、従来ってずっと使われているスコアですねっていうのでも、まあ、同じように評価をしていて、評価っていうかその特徴を調べていて、その、まあ、あと、まあ、一応説明するとフレッシュなですね、文の長さ、平均の長さとか単語の、平均の音節数とかを使って、まあ、出される値ですね。で、まあ、それにおいてはその物語性とか、まあ、単語の具体性とか構文の複雑さに関してはこう関連しているけど、まあ、コーヒー上については関連性がこう確認できていない、確認というか、まあ、明らかにはこうできていないっていう、され表面、まあ、有意な差はなかったっていうふうな結果になっています。で、まあ、スコアとしてはそのウィキペディアよりもそのなんか物語ストーリーの方がこう有意に高くなったっていう結果になっています。で、これは、文献にあるそのまとめの図なんですけども、まあ、この図とまあ添えられているこの文がその今回の比較した手法の中ではその万能なこう手法というのはなくて、まあ、使い分ける必要がある、まあ、具体的に使い分けというのがこのイエス・ノーのこの質問になるんですけど、まあ、こういう使い分けをする必要があって、でそのまあ今回というか実際にこのリダビティスコアを使う際はそのどういう点を考慮するか、例えばそのドメインスペシフィックなのか、それともこう
その出力の分布っていうのがこうユニフォーム、一様になる、なることが想定されるのかとかっていうのをこうあらかじめそのそういう事項っていうのをまとめて、でまあそれに応じてまあここではその複数の仕様っていうのを使用するべきだっていうふうに筆者は主張していました。と以上で終わります。